なんで手記なんか書いたの？あんたにはいつか読んでもらうつもりやったさかい。南京に戻ることになりました。私行きます。うちを雇ってもらえないでしょうか。働かせてください。戦争という時代の波に翻弄されながら、嫁はんの里を当てにするような向こうに見下される覚えないか。もうええ、家族4人で暮らそう。2人は中国、そして日本各地を移り住み、貧しくも明るく生き抜いていった。めんこいめんこい。勝たなきゃダメなんだ。ちゃんとおったらうち楽しいよ。親から子、子から孫へ受け継がれるある家族の愛の実話。ありがとう。幸せだったよ、お前と結婚して。いつまた君と。